ね、どうも、しほるんです。はい、今回はですね、静岡駅の松坂屋さんにお邪魔しております。イエーイ。なぜここにいるのかと言いますと、せーの、じゃーん、ビリヒールさんと BTS がコラボしたポップアップストアが出ているということで、今日はそれを紹介していこうと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。パッ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 パー、着きました。ここにメンバーがたくさんいて、こっちにもね、等身大のパネルがたくさん並んでおります。写真もたくさん撮っていいらしいです。かわいい。今回メリヒールさんと BTS がコラボしたポップアップストアで売られているのがこちらでございます。水色と黄緑色と紫色の3つのフェイスマスクがセットになったものが売られています。めっちゃね、パッケージもかっこいいです。キラキラしてる。早速私も購入していこうと思います。紙袋がかわいいです。等身大パネルで写真を撮って、ハッシュタグ BTS 松坂屋静岡店エコパークの3つのハッシュタグをつけて SNS に投稿すると、会場限定メンバーカードが1枚いただけるということで、私もツイートしていこうと思います。ツイートツイートしたんですけど、1枚いただいてもいいですか？はい、ツイートありがとうございます。こちらが上から1枚お取りください。ありがとうございます。いきますよ、せーので。補足が出ました。イエーイ、ありがとうございます。今回は松坂屋静岡店さんの本館8階で行われているメリヒールさんと BTS がコラボしたポップアップを紹介しました。7月11日、今日から7月15日の5日間、寝台パネルとかこう、ね、あるので、静岡公演がね、そろそろあると思うんですけど、それの前に来たりとか後に来たりとか、お時間ある方はぜひ来てみてください。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。あ、そういえば静岡駅の北口と松坂屋静岡店の出入り口で、こちらのかっこいいチラシを配布しているそうなので、ぜひ皆さんゲットしてみてください。バイバーイ。